ベスト版の、多分ベスト版のリリースツアーってことですけど、ベスト版の出来はどうですか？ベスト版の出来はいいよ。そうですよ。まあまあ、新曲だからさ、私的にはベスト版っていうよりも、どちらかというと新作を作ってるような、作ったような、そういう身分もあるんだけどね。まあ、その、一回今までずっとやってきてることを、まとめて、でもう一回演奏し直して、で、今のフレーバーというかね、そういうものをこう、振りかけて、今の精神というか、今の精神に忠実に作ったっていう意味では、なんかこう、面白いものになってるんだと思うんだよね。だからそれを、みんながどう捉えるかわかんないけど、まあできるだけ好意的に捉えてほしいなとは思うけどな。自分としてはまあ至極満足だ。ツアーのテーマみたいなものもあります。ツアーのテーマはそうだね、まあ今のジモンズっていうものをいろんなこうものを含めて意味でね、その音楽自体もそうだし、今は私たちがどういうふうなことを考えて、どういうふうなことをしていくのかっていうふうなものを、全国でやるっていうことに、一番の意義を感じてるかな、なんか、その新しい曲をやるであれ、そのベスト版の曲をやるであれ。とにかくこれが今の僕たちはずっとこうなのかってなもんだよ。ずっとチャレンジする生き物みたいなもんだよ。チャレンジするような状態だと。そうだね、それを、まあ、東京とかさらにずっと行くのよ。分かりやすいけどさ、地方なんかやっぱね、今度2年ぶりぐらいのツアーになるっていうか、去年は全然やんなかったからね。だからそういう意味で面白く見てもらえたらなと思うけど、各地のバンドとか、いろんな地方に詰まってるバンドとかイベントとかに期待してることとかないですか？やっぱね、地方の方がやっぱ面白いって言えば面白いんだよね、東京よりも。特になんかこう勘違いしてるっていうような人たちが多いところが面白いですね。だからこの勘違いっぷりみたいなものに期待もしてるし、そうだね、なんか下手にこうプロっぽくて宣伝された音をなんだとかっていうんじゃなくて、もうちょっとむき出しなものみたいなと、もしそうでなかったらちょっとセクしてやろうと思う。なるほど。各地のファンに期待してることは多いね。物販とか。ああ、物販。いやいや、その見てくる人たちに期待するっていうのは俺たちの方からないんじゃない？いや、逆だと思う。見てくる方が何か期待してきて、俺たちがそれに応えれるかとか、それによって物販が売れるかとか、その期待に何か、期待してなかったものを見せて、期待以上の効果があるっていうのが俺たち的な一番いい。かっこいい。予想は裏切って期待に応えるんだ。予想以上だったから。今回、初の全国ツアーに参加するピットで行きたいというところなんだけど、まあ早く1年前になってほしいね。とにかくなんつうか、そんな、でも考えてみたらすごい若いんだよ。ピットで、いくつ？26だからさ、俺がズボンズを始めたぐらいの年だからね。だからまあもうできなくてしかないんだけど、まあとにかく足で待ってんだけどなんないでくれよっていうことだな。最後にこれ動画で見てる人になりたい。ああ、いや、それはちょっと難しいな。
ライブ見に来てほしいと思う、率直に、うん、今の私たちなんかこういうのもほらいろんな人がいろんな形で同じようなことをすごい陳腐な感じになっちゃうから嫌なんだけど、でもそれしかないんだよ、うん、知っている俺たちはいつも通りかっこいいと思うよ、うん、始まってたよ。